いいですか。はい。周りの10金電動ブローバック、ベレッタ M92F、プチ強化で金属塗装。こっちはイングラム、マックイレブン、プチ強化、金属塗装。ベレッタの方はあんま強くなくて、ノーマルだと 0.12 弾が 20m 飛ばないぐらいなんですけど、これは 0.15 弾がギリギリ 20m に届くぐらいになってます。ノーマルよりちょっとだけ強くなってます。でこっちのイングラムは、0.15 弾で約 30m 飛ぶぐらい強くなってます。じゃあ打ってみます。セレクターでフル音にできます。10金電動ブローバックシリーズはセミオートのタイプはあまり強くないです。あ、でもこのベレッタは裏技があるので、なんかもう説明するのめんどくさくなってきたから過去動画を見てください。で電動ブローバックのこのフルオート機能がついているタイプは結構強くできるので、なんだっけ、ハイキャパーの 4.3 とか 5.1 とか P30、P99、 あと何だったっけ、 PC356 とかフルオート機能がついているタイプがおすすめです。セミオートのタイプはあまり強くないです。では以上です。はい。10金電動ブローバックはアルカリの単4電池を4本使用します。必ず新品電池を使ってください。新品電池で1日は遊べます。で遊び終わったら電池は必ず抜いてください。入れっぱなしにしておくと液漏れして本体が壊れます。これは今両方とも今の試し打ちのために新品電池を入れたのでこのまま送ります。遊び終わったら電池を抜いてください。弱い電池とかマンガン電池を使ってしまうと何がよろしくないんですか。弱い電池とかマンガン電池を使うとピストン引き切れないで途中で止まっちゃってそこでどうにも動かなくなっちゃうので壊れてしまう。そうなったら全部ばらさないと戻せないので普通の人にはできないから、なので弱い電池は使わないようにしてください。簡単に振り切れることの過去ならおいしいな。 Yeah! My time, all the one